ヘイムゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクン州のニ州の任ル力、ベーザー軍に属す、町村である。ヘイムゼンは、ベーザー側のブレーメントハノーファーのほぼ中間にあたり、ビルデスハウザーゲイスト自然公園とシュタインフーダー、メイヤ自然公園の間に位置している。町域内をベルペ川が流れている。東部には、リヒテンモアが位置する。この町は、 ロールゼンに本部を置くザムトゲマインでヘイムゼンに属す。この町は以下の4つの地区からなる。ヘイムゼンは1096年に初めて文献に記録されている。町域内には2つのボールイトリデアトが残されている。アンデルテンの集落近くにはアンデルテンブルクがあり、ミッテルベーザー地方をファリングボステル方面へ通っていた街道を管理していた。 ゲーム前の集落から約1キロメートル南東のシュタインプ系の街道沿いの湿地にブルンスブルク跡がある。その貿類の一部は現在も残されている。1907年の市場区画の発掘により、その成立が旧世紀に遡ることが判明した。アンデルテントガーデスビュンデンは1974年の町村再編までは独立した町村であった。 ゲーム前の長儀会は11議席からなる。この町は、ロール前から、バルスローでに至る、連邦道、B209 号線に面している。ありがとうございます。